はい、皆様、チワチワ鉄コーポレーション代表鉄です。今日はですね、丸亀製麺さんよりテイクアウト専用の新しい新商品が発売されたそうなのでやってまいりました。はい、こちらシェイクうどん、種類は全部で5種類。はい、こんな感じになってる。でね、これをこういった感じ。天気もあったんでね。さあ、買ってまいりました。では早速お家に帰って食べたいと思います。でね、試してみたかったのはね、これドリンクホルダーに入るのかなっていう。おお、ぴったし。はい、買ってまいりました。はい、買ってきたのが、鉄がですね、こちら明太とろろうどんとね、れいこちゃんがごまだれサラダうどん、れいこちゃんがね、ごまだれサラダうどんです。はい、こんな感じ。あ、ネギ入ってないじゃん。ネギもらってくればよかった。こちらがね、れいこちゃんのね、ごまだれサラダうどん。あとはね、天ぷら、エビ天とね、柏天。ではね、早速振っていきたいと思います。このね、容器のね、裏側にね、注意事項がね、書いてあるんでね、しっかりとね、上を押さえてね、振ること。では、シェイキングタイム、スタート。シェイキングタイム、スタート。シェイキングタイム、スタート。もういいだろう。そこにしたらさ、切ってるよ、わざと100本目。おいい感じ、いい感じ。あ、蓋取ろう。どう、いい感じに混ざってるね、これね。鉄のやつもね、いや、綺麗に混ざってます。では、いただきます。でね、ちょっとね、容器だけ見るとね、ちょっとうどんが少ないのかなと思ったけれどもね、ちゃんとね、一玉入ってるらしい。うん。では、早速。うん、うま。しっかりとね、うどんもね、コシがあってね。で、丸亀さんもね、うどん弁当みたいなやつ売ってるじゃん。で、テイクアウトのうどんってどうなのかなと思ってたけど、まあ伸びてることもなくね、結構コシがあって美味しい。うん。お味の方もね、やっぱしっかりしてて、でも若干ちょっと明太子少ないかな。うん、でも見た目はね、明太子もね、結構入ってるんだけどね。うん、次はね、れいこちゃんからちょっともらう。ちょっと優しい味なのかな。うん、これごまだれ貼ってなくない？天ぷらも買ってきたでね、もう一回これに入れてシェイクしてみようかしら。容器はね、
漏れることがないようにね、しっかりね設計されてるらしいですよこれ、うん、じゃあもう一回シェイク。ということで、お、エビがどっか行っちゃった見えない、エビ、シップしか見えない。ちょっと見た目がね、ちょっとよろしくないですよね。あそしてしっかりとトロの明太が染み込んだエビでいただきます。うん、うまいうまい、うん、うん、皆さん、エビ天の尻尾は食べる派ですか？って言ってたのに、そうかな。ああ、美味しかった。ごちそうさまでした。はい、食べ終わりました。結構ね、美味しかったしね、面白かった。ただね、一玉うどん入ってるって言うけれども、ちょっとね、男子はね物足りないかもしれない、うん、なんでね、お稲荷さんとかおにぎりとか天ぷらで、これ辺もセットしながらね、セットにしながら食べると、まあちょうどいいのかな、うん、はい、うどんが踊ると心が踊るっていうことで、5月16日から発売開始されましたシェイクうどん、いかがでしょうか。はい、鉄コーポレーションいかがだったでしょうか。面白いと思われた方はね、ぜひともチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。では皆さんは次の動画でお会いいたしましょう。またね、バイバーイ。